こんばんは。こんばんは。愛媛スマート TV のお時間です。今日は11月17日水曜日の放送です。今日はもういきなりいつもの細井さんいらっしゃらなくて、ニコニコの谷本さんが隣にいていただいてるんですけど、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日2回目ですね。はい、はい、ゲストとしてありがとうございます。今日もお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。なんかすごいコメンテーターっぽくていいですね。コメンテーターっぽいですか？今のなんかちょっと恥ずかしげん恥ずかしちょっと恥ずかしいなみたいな感じです。もう2回目なんでだいぶ慣れてきた、ね、ありがとうございますはい、細井さんがちょっと今日ね松山なので、はい、ゲストということで谷本さん来ていただいて、はい、はい、あれです。また来週細井さん出てきますんで、また楽しみにしていてください。で、今日ですね、実は宇和島市、まあ、ちょっと最初に、はい、僕の話からさせていただくと、いやちょっと待てよ、最初に谷本さんちょっと軽くご紹介をしとかないといけないですね。あ、はい、うんうん、前回、第1回目が実は前回あったんですけど、はい、まあ、今回2回目谷本さん、はい、出ていただいてて、で、そう、前回ちゃんとプロフィールもしっかりと過去のことを紹介させてもらってますけど、はいはい、まあでも今回だけ見に来られた方もきっといらっしゃると思いますので、はい、トリムさん のご紹介をさせていただいていいですか？あ、はい、お願いします。はい、宇和島市出身、宇和島市出身ですね、はい、で、徳島に行かれて、そうですね、はい、自動車業界にいらっしゃいまして、はい、うん、で、もういきなりと言いますけど、はい、宇和島に帰ってこられて、お父さん業 その保険業を、そうですね、はい、引き継がれて、今谷本総合、保険事務所、あ、そうですね、はい、ということで代理店を、そうですね、保険代理店です。保険代理店の代表をされているということで、はい、大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です、はい、はい、すいません、その程度で、はい、大丈夫です、はい、もうこんなもんで、卒業旅行でタイに行かれたそこも、はい、ありがとうございます。いいですか、ね、あ、大丈夫です、タイの話大丈夫です、はい、あとラジオに一回で、いや、ラジオの話大した話しないんで大丈夫です、すみません、はい、はい、よろしくお願いします。はい、まあ、前回は保険全般のね話をしていただいた感じでね、はい、はい、まあ、今日は貯蓄型、そうですね、貯蓄性のある、ね、保険の話をまずしていただく予定なんですけど、はい、その前にちょっとアイスブレイクなんですが、はい、企業セミナー、いきなりちょっと唐突ですけど、はい、今日実は宇和島市の主催の企業セミナーが実は開催されてたんですよ、はい、夜7時から9時まで、はい、で、この宇和島クエストから本当歩いて 2分ぐらいのところに市役所があって、でそこに今日28人ぐらいかな、の方が集まって企業セミナーをやったんです、はい、うん、でその運営者側の一人で僕参加させていただいてて、うん、で、たくさん のなんだろう、志を持った、はいはい、方々が集まっていただいて、でいろんな、今日はですね、デジタルコーナーの住田さんでご存知ですか？宇和島 の商店街の中にある、はい、IT 関係の仕事というか会社を立ち上げられている、ホームページの制作とか普通にシステム組んだりとか、はい、セキュリティのシステム組んだりも含めて、まあ、都会から仕事も取ってきてるし、なんだ、宇和島市界隈の方が、はい、会社のホームページを作られたり、うん、そういう会社が実はデジタルコーナーっていう会社があるんです。ロコモコご存知ですよね？20歳。あ、知ってます。2階。あ、そうなんですか。はい、うん、はい、はい、うん。で、もう実はあんまりしっかり看板出されてなくて、はい、はい、うん、看板出さないでもちゃんとお客さん来られるからということで、で、僕も何回かそのオフィス行かせてもらってますけど、すごいおしゃれなオフィスで、かっこいいんですよ。うん、で、まあ住田さんのそのが今回講師。として、はい、なんだ、その企業に対する苦労話とか、うんうん、こんなことに注意して起業した方がいいですよみたいな話を、はい、今日はしていただいたんですけど、はいはい、ちなみに鳥本さん、起業というか、まあ、はい、親の代を、はい、はい、引き継いでだと思いますけど、はい、でも自分で事業をやるにあたって、はい、何かちょっと苦労されていることとかってありますか？そうですね、まあ、僕は2代目なんで、うん、まあまあね、0から1立ち上げる人に比べると少ないと思うんですけど、うんうん、まあ、やっぱり、まあ、また保険業させてもらって最初からお客さんが
いてもらって、まあ、その人のことをこう裏切れないなというか、このちゃんと、はい、まあ、仕事しないといけないなという責任感というか、お父さんにの代で、はい、保険を、はい、あの契約していただいたお客さん方の信頼を、はい、あ、そうですね、あ、失わないようにしないと、ね、結構プレッシャーですよね、それね。プレッシャーですね。よくお父さんやったらやってくれたのにな。どうすか。そうそう、僕お父さん大事、お父さんからね、僕あそうですね、一番最初お父さんだったんで、はいはい、あの契約させていただいたのが、はい、だからすごくあの優しい、いろいろな面倒を見てくれるお父さんだったなって気がします。ああ、気がします。ありがとうございます。いや、僕もね、結局そんな長くなくて、そうですよね、もう半年ぐらいの多分お付き合いだったと思うんで、あ、もうちょっとかな、3年か 1年ぐらいですかね。あ、2年目かな、かね、はい、ああですね、はい、だからまあ、そうなんですよ。はい、まあ、あのこれからもよろしくお願いします。はい、じゃあ本題に入る前にですね、はい、実はあのちょっと僕から紹介させていただいていいですか。 お願いします、はい、いいですか、はいはい、かわいいんです、タニヤン通信っていう、ちょっと皆さんにちょっと見ていただこうかな。谷本さんの保険事務所が発刊しているタニヤン通信っていうのが実は、初版、ね、初版11月から第1号、はい、そうですが今回刷られて契約されているクライアントさんとか、そうですね、まあ縁がある方たち、はい、縁がある方たちにこれが郵送された、はい、そうですね、はい、突然届いたんですよ、うちも。そうですね、突然、うん、僕お家に帰ったらこれがテーブルの上に置かれてて、はい、はい、うお、タニヤンさん何これ、タニヤン通信みたいなの始めてる、うん、で始められたんですね、はい、でまあここにはまあいろいろ自社のこと、はい、そうですね、いろいろ書かれてますし、それから、昔のことかな、そうです、ね、自分のプロフィールみたいな話が、はい、初版なんで書かれてあったりとか、はい、まあ、好きな本も書かれてあったりとかするんですけど、はい、で1個ちょっと皆さんにご紹介したいのが、お仕事紹介コーナーへの出演者募集っていうのが実はあって、うん、別に上島関係ないんですか。関係ないですね、関係ない、はい、谷本さんに縁のある方もしくは縁のない方でも誰でも、ね、誰でも、はい、はい、谷谷通信って700部ぐらいでしたっけ。そうですね、はい、発刊、毎月発刊される予定、予定、毎月やる予定の谷谷通信のこのお仕事の紹介コーナーへの出演者募集、うん、無料ですか。もちろん無料です。無料で、はい、掲載していただけるっていうことみたいなので、もしあれだったら谷本と、総合保険事務所の方に、はい、お問い合わせをしていただけたら、そこに自社の、紹介を載せていただくことができます。で、ちなみに第 2号の発刊の予定は、はい、私、大谷が出ます、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ谷谷通信のちょっと自己紹介は以上です。はい、ありがとうございます。では本当皆さんお待ちかねのが、はい、ね、貯蓄型保険についてのお話をちょっと谷本さんからお伺いしながら、僕がわけのわからない質問をしながらちょっとまた進めさせてもらえたらなと思うんですけど、はい、保険ってやっぱ難しくて、そうですよね、なかなか一般の方に難しいですよね、うん、そうで生命保険のね、就寝の保険があったり、はいはい、医療保険があったり、はいはい、その中でもやっぱ貯めといた方がいいよみたいな、貯められるんだよこの保険はみたいなのがね、結構営業文句として営業さんから出てくる保険の一つだと思うんですけど、だからまあ前回ね、いろんなトータルの保険のその種類についてお話をしていただいたときに、あ、そうそう、保険のちょっとこう全般的なお話は前回やってて、アーカイブで残ってるので、そっちを見ていただけたら、生命保険とかその終身の保険のメリットとか、そうです ね、貯蓄型のメリットとか、あ、そうですね、その辺のものをちょっとこう、はい、分類して説明してる、なんて言ったらいいんだ、アーカイブで残ってる以前 の動画が残ってるんで、そっちをまあ見ていただければと思うんですけど、はい、今日は貯蓄型保険、まあ、皆さんが多分結構気に なってる部分ですよね、はいはい、やっぱどうせ保険入れるんだったら残ってた方がいいに決まってる、いや、 やっぱそう言われるのが多いですね、ね、ね、ので、はい、万が一に備えて大きな保険をかける分にはまあなかなか難しいかもしれないですけど、まあ、にしても
そのリスクっていうのはまあ低い場合もあるわけですよね。ね、その方々にとってはやっぱり最後保険解約するときにはお金が残ってて、ちゃんと返ってくるような形の方がいいはずなので、その貯蓄型保険について今日は谷本さんに説明していただこうと思ってます。では谷本さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、そしたら、はい、ちょっとホワイトボードを使って簡単に、はい、もう、はい、ね、三種の神器ですよね。そうですね。ホワイトボード。谷本さんにとってみればね。はい。で、まず、貯蓄型保険一回置いておいて、はい、資産運用って大きく分けて4つあります。はい。で、この4つって何なのかというと、円債、まあ、円建ての債券、はい、で、外債というのは外国の債券、はい、で、国内株、外国株、はい、で、資産運用の基本はこの4つにからなってます。はい。はい、で、まず、円債って書いてあるの、これ何なのかというと、これは日本が発行している、債券というのは借金のことです。はい。はい、で、国が発行しているものを国債と言います。言いますね。はい。はい、で、国債ってどういうイメージかというと、日本にお金を貸して、で、貸してくれたお礼に金利をもらうと。うん、で、それで資産運用をするっていうのが債券。はい。それを円建てで作っているものは、まあ、円債なんかって呼んだりします。国債以外に円債はあるんですか？いわゆる社債とか、トヨタが発行しているものを社債。あ、それも円債なんですね。そうそうですね。はい。まあ、円建てで作っているものの総称は円債って呼んだりします。わ、かりました。はい。はい。で、それを外国建てにしたもの。はい。アメリカのドル建てだったり、うん、で、アメリカの例えばコカ・コーラみたいなとこの債券だったり、うんうん、っていうのを、債券のことを外債と言います。はい、はい、で、あとは国内株と外国株。はい、で、株式簡単に説明してもらう、させてもらうと、はい、株式っていうのは、うん、要するに会社にこう出資者になると、うん、いわゆるオーナー、軽くオーナーになると、はい、で、オーナーになることで、利益の一部を得られたり、はい、配当金を得られたり、うん、で、場合によっては株主優待を得られたりっていう権利を、うん、株を持っていると得られます、うん、はいはい、っていうようなこの大きな4つが資産運用の基本になってます。資産運用の基本ですね。はい、で、これにちょっと派生したもので、まあ、不動産とか金とか、うん、ビットコインとかっていうのがあります、うんうん、はい、ただ基本はこの4つ、はい、で、貯蓄型保険も、はい、漏れなくこの4つから運用されてます、うん、はい、はい、絶対この4つに当てはまってます。当てはまる、はい、はい、で、この円債はどんな保険でやられてるのかっていうと、うん、円建ての保険、まあ、円建ての保険って言われるとピンとこないと思うんですけど、うん、ここが一番入ってる方多いと思います。うーん、まあ、いわゆる終身保険とか、うん、まあ、ちょっと待ってここ、まあ、円建ての保険に入ってる、はいはい、で、外債はどんな保険でやってるかというと、外貨建て保険、はい、いわゆる、例えば毎月100ドル払いますみたいな感じで、うん、毎月払うような金額が変わっていくものがあるんですけど、保険の中で、はい、言うと100ドルだったら為替が110円だったら1万1000円だし、はい、あ、90円だったら9000円だし、はいはい、っていうふうに毎月ちょっと変動するタイプのものが多いです。で、それの中身は外国の債券で運用されてると。うん、で、あと保険の種類でもう一つ変額保険というのがあります、はい、変額保険というのは投資信託で運用されています、うんうん、はい、私なんか投資信託イメージあります？投資信託は、まあ、なんだろう、はい、いわゆるポートフォリオ的に、あ、そうですそうです、まあ、ものによってはハイリスクのものもあれば、はい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 、ロリスクのものもあって、はいはい、まあ、いろいろなものを混ぜた、はいはい、あ、ありがとうございます。いや、そう、その通り。僕なんか、なんか言っちゃいました。なんか言っちゃいました。はい、その通りで、変額保険っていうのは、この4つを組み合わせて、自分で組み合わせて運用することができる保険です。で、その、変額保険で唯一株式を持つことがあります。はい。他の保険っていうのは債券で運用してるんですけど、変額保険だけ唯一株式を持つことができる。はい。っていうのが特徴になってます。はい。で、円建て保険。はい。の特徴としては、基本円って今国債10年、例えば日本の国債ってすごい利率が低いじゃないですか、うん、まあ、銀行預けてもお金つかないし、はい、で、今日、表付けの日本の10年国債って言われるものが、うん、利率が 0.07%、 おお、はい、っていうのがやっぱり低いんで、うん、金利はつかないんですけど、うん、特徴として、うん、まあ、10年後、30年後、まあ、設計書に書かれている数字、うんうん、まあ、10年後に1000万なり、30年後に3000万なりっていう金額が
ちゃんと円でもらえるっていうのが特徴です。はい、なんで10年後にこの金額がちゃんといりますっていう人には向いてる、うん、はいはい、あ、そうそう、っていう人に向いています、うん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 、で外貨建てのメリットとしては、うんうんうん、円に比べて金利が高いです、うん、はい、はい、うんうん、で増える可能性が高い、増える可能性が高い、はい、基本、あ、そうですね、増える金利が高いと、うん、でアメリカの10年国債っていうのがあるんですけど、うんうん、それは 1.6% です。で日本 0.07% です、はい、っていうようにアメリカの方が、うん、あの金利が高いと、うん、ただメリットとしては外国の資産なんで、うん、為替のリスクがあると、あると、はい、はい、ただ、基本的に 外貨建て保険っていうのは30年後に何ドルで返しますよっていうのは決まってるんですけど、うーん、ただ為替はその時何ならないと何になるか分からないじゃないですか、っていうリスクはありますよ、うんうんうん、はい、もしアメリカが、ぶっ潰れてたら、そうです、ぶっ潰れたらやばいですねやばいと、まあ、もしくは、まあ、今みたいな、はい、いわゆる力を持ってなかったら、はい、そうそうそう、もしかしたら、ドルが安くなって、ドルが安くなってる可能性もありますし、可能性もあるし、まあ、ちょっと国の政策としてはどっちかというと円安に持っていこうとしてるんで、うん、まあ、1ドル今が114円と、うんうんうん、まあ、それを120円、130円、140円とかにしようとしてるんで、うんうん、まあ、一部外貨持っとくと円安の円、うん、恩恵を受けることができる。で、変額保険の、まあ、メリットとしては唯一株式を持つことができるんで、はい、もう経済成長の恩恵を受けれると。お、はい、なんで、例えばただ去年1年で、うん、あの S&P500 っていうアメリカの、はい、あの大きい500社、まあ、トップ500みたいに集めた投資信託があるんですけど、うんうんうん、1年何パーセント増えたと思います？これ、ここが 1.6 とか 0.5、はい、お、去年、去年ちょうど今日、去年、今日11月17から今日の11月17、この1年、全然知らないですよ、全然知らないけど当てつっぽで言っていいですか？はい、まあね、GAFA って呼ばれるああいうところがすごくこう多分コロナの恩恵を受けてるはずなので、はいはい、業績は多分上がってるはずでしょう。うん、アマゾンとかも含めて、そうですね、まあ、アマゾンなんかどこかわかんないですけど、って考えると 10%。 おー、いいですね、いいとこ行きます。マジですか？まあいいとこ行くんですけど結果的にはあの 30% です。30%、1000万もだ、1300万、はい、去年の11月17日にかけたら1300万回1000万。ちょっと今あのコロナでジャブジャブお金するんで、うん、ちょっとみんなが、まあ、やっぱ株式っていうのはこう、うん、国の経済成長の象徴みたいなものなんで、うん、はい、こう下げたくないっていう国のもあるんで、どんどんお金吸って株を支えたと、うん、で国が株を支えてくれるんだったらみんなお金入れていこうっていうのでどんどん成長したっていうのがあって、まあ、変額保険だと、まあ、株式を持ってこう経済成長の恩恵を受けることができるっていうメリットがあります、うん、まあ、なんでそれぞれ別に円建ては別に金利が低いけど円でもらえるリスクもあるし、はいはい、外貨建てだったら、まあ、言うたら何ですかね、為替、まあ、まあ他の外貨を持つメリットもあるし、うんうん、はい、で株式だったら思いっきり増える、はい、っていうメリットがあるっていうことになってます、うんうん、はい、まあ、まあそれぞれ3社3用にメリットがあります。ハイリスク、はいはい、ローリスクで言えば、まあ、円債はローリスク、あ、ローリスクです。で株はまあハイリスクに入る、入ります。で次外、やっぱ外債が入って、はいはいはい、やっぱ国内株、外国株、うん、真ん中の感じですか？あ、じゃあ順番的にはローからハイにこういう順番でいくイメージ。そう、そうですね、あ、まあ、外国のことなんでどうなるか分かんないですしね。そうですね、外国の株式を持つと、うん、これ同時に外貨を持つことになるんで、うん、あの例えばアメリカの株買う場合って、はい、変額保険の場合払いは円で払う、1万円とか払うんですけど、はい、外国の株買う場合は中でドルに両替されてるんです、はい、で、うんうん、アメリカの株を買うと、うんうん、なので同時に言うたら外国の資産の影響も受けると、為替の影響も受けつつ株価の影響も受けると、はい、なるんでやっぱり変動が大きいと。あ、株も為替の影響を受けるんですね。外国の株であれば受けます。うーん、はい、もらえる株数が変わるってことですか？もらえる株数が、あ、その毎月払うじゃないですか、はい、払いますね。例えばそれは1万、はい、こっちは1、こっちじゃ
半分からこっち側は毎月変わるんですか、払わなきゃいけない金額が。ちょっとややこしいんですけど、ここだけ変わります。そうでしょう、ここ以外は一緒です。そうですよね、はい、だから同じ1万円だったら1万円ずつ払うんだけど、はいはいはい、もらえるその1万円で買える株の数がこっちは変わる。あ、変わりますね。そうです、払う1万円は同じですと。払う1万円は一緒です。はい、わかりました。はい、そうなんです。っていうような感じで保険は運用されてます。これで大谷さん、なんか株とかやってるんですか。僕投資信託を、はいはい、本当ビビたるもんですけど、はい、あのニーサでちょっぴり持ってます。はい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 、それは、はい、日本の不動産のリートと、はい、アメリカの不動産のリートと、はい、あと宇宙開発の、はい、そういうやってる会社の株を、はい、がこうまとまってるような、はいはいはい、あの株との分散で3つ、はい、3種類を、はい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 、持ってます。あ、でもまあ株式持つのはいいことですね。そうですね、でもそれしかやってないので、あ、いやいや、ちょっともうそんなんじゃいけんなと思ってますけど。あ、そうですね、はいはい、もっと株やった方がいいと思います。で、株やるポリ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 に当たって、はい、絶対出てくる話って、はい、株怖いっていう話なんですよね、うん、その絶対そこって切っても切り離せないと思うんですよ。で、株怖いっていう話に対してちょっとそこ話したいと思うんですけど、はい、あのさっき S&P500 ってそのアメリカの500社なんですけど、うんうん、1年で 30% なんですけど、はい、10年で約どれぐらい増えたと思います。あ、ここ過去10年で、過去10年ぴったり、おー、大体全然想像つかないけど、10年前って2010年ぐらいですね。そうそうそうですね。僕があれしたころで、まあ、まだガーファなんてほとんど出てきてない頃ですよね、全然。あ、ガーファが出てき始めたぐらいですね。Facebook ぐらいは出てきてたのか。そうそうですね。そういう筆頭しだす、ね。まあ、もちろん Apple はあったのか。Apple は、はい、やりましたね。そっかそっか。Microsoft もあったし。はい、あ、そっか。どうなんだろう。全然わかんない。100%。あ、100%。言うたら、100万の資産が200万になった、うん、ああ、まあ、正解で言うと 400% というか、まあ、3倍になってるっていう話です。あ、100万に入れてるのが300万になってると。100万そこに入れてた人が今、うん、株どうなったんだろうって見たら3倍に増えてるっていうのが、うんうんうん、そうかそうか、 100% アップで、あ、そうですね、あ、そうか、まあ、倍々に、はいはいはい、ちょっとややこしいです、まあ、3倍になってると、うんうんうん、はい、でそうなった時に、100万だったら300万200万の差ですけど、うん、1000万入れてる人で3000万、うん、何もしなくても10年で2000万増えてると、うん、で1億入れてる人で3億2億も増えてるわけじゃない、うん、まあ、極端な話ですけど、うんうん、で僕は何が言いたいかというと、金持ち、お金持ちの方はお金持ちになり続けてると、うん、もう3倍も下増えてると、うん、一方投資してない方、うん、ここ10年で、うん、多分ほとんど、まあ、ちょっと貯金が増えて上がっていくぐらいやと思う、うんうん、ここの差ってめちゃくちゃ広がってしまったと思うんです、うんうん、確かに、ね、そう、うん、でそうなった時に今から株しないと、うん、株しないとこの債券ってどうしても将来いくらで返すって決まっちゃってるんで、あ、あのここに追いつけないと、はい、でここを持ってるとここに少しでも追いつける可能性があると、うんうんうん、はい、はい、なのでまあ差が開かないためにも外国の株式が、うん、外国の株式が必要ということと、うんうん、この差が広がってしまった時に、うん、今度ここ基準で物事の価格だったり、うん、こうサービスの価格とか決まった時に、うん、ここの方がどんどんしんどくなると、はいはいはい、でしかも外国の人が資産運用するというと株式が当たり前、うん、もう株式投資信託で運用するというのが当たり前の国なんで、うんうんうん、外国人がどんどんお金持ちになっているのに日本人なかなか増えてないっていう実情、投資しないから、はい、うん、なんで株式を持たないっていうのは確かにお金を減るリスクも持たないといけないんですけど、うんうん、こう増えないこともめちゃくちゃリスクだと思うんですね、うん、今の時代、うん、という面では、まあ、お金を全部とは言わないんですけど、うん、まあ、一部でも株式を持っとく方が逆に増やすリスクヘッジできるというか、うんうん、っていう面では僕は株式をどんどん持たれた方がいいんじゃないかなというふうに思います、うんうんうん、まあ、それは普通の投資の話ですね。そうですね、うんうんうん、はい、まあ、なんで、まあ、保険でやるにしても、うん、まあ、唯一株式が持てる
まあ、変額保険なんかを持ったりして、うんうん、まあ、運用してあげた方がいいんじゃないかと、うん、どうしても保険って2年3年のスパンじゃないじゃないですか、うんうん、まあ、10年20年30年ですから、はい、あのもったいないと思うんですよ、債券で置いておくっていうのが、うん、でしかもコツコツ買っていくじゃないですか、うん、月1万円ずつ2万円ずつ3万円ずつ、うんうん、はい、コツコツ買うってことがこう時間を分散させてると、うん、はい、言うたら、こういう投資用語で言うとドルコスト平均法って言うんですけど、まあ、時間分散をかけることを言うんですけど、はい、要するに安全な買い方をしてると、安全な買い方をしてるのに安全な円債を買ったり、うん、安全な買い方をしてるのに対して値動きの少ない外債を買ったり、うんうん、じゃなくてせっかく時間分散かけて長期間運用するんであれば、うんうん、少しリスクある外国の株式を買うのが、うん、まあ、一番いいんじゃないかなと僕は唱えています。これって、はい、保険でまあ買うってことになると思うんですけど、はいはいはい、まあ、今の、はいはい、保険の話に流れていいんですか？あ、いいです、これは、はいはい、大丈夫です、はい、で流れてた時に、はい、返ってくるその金額がその株式の運用結果によって全然変わってくるってことですか？全然変わってくるんですね。あ、じゃあ、まあ、そう、最低保証も最高保証もないないないと、リミットがなくて、ない、まあ、それはお客様のリスクなんだけど、はい、でもそこをやらないリスクよりもやったリスクの方が実は少なかったりするんじゃないかっていうことですね。やらないリスクもあります、うんうん、まあ、変化保険の場合は別に株式だけじゃなくて債券も取り組むことできるんで、うんうん、例えば外国株 50%、うんうん、円建て債券 50% みたいな買い方をしてあんま値動きを出ないようにすることもできます、うんうんうん、だって少なからずその保険が、まあ、ゼロになるっていうことは、まあ、はい、まあ、ゼロになる言うたら、まあ、保険会社が潰れたりとか、はいはいはい、まあ、国がデフォルトすることはなかなか、なかなかない、それになると債券も同じ話ですからね、うんうん、はい、そうですね、はい、だからゼロになるってことはないし、はい、やっぱりその運用してる間の中で、うん、はい、いいのが出てくればそっちに切り替えたりするんでしょう。だってその保険会社自体が、あ、そうですね、はいはい、いいのが切り替えるというか、その、はい、株式の方を保険で、はいはい、このそれって投資信託の内容を選べるんでしたっけ？選べますね。選べるし、あの最近ちょっとどっちかというと変革保険が結構、うん、あのいろんな保険会社ちょっと力入れてきてて、うんうん、っていうのもコロナがあってからちょっと外国の利率が落ちてるんで、うん、だからもう株式だみたいな感じでちょっと力入れてて、はい、そうなると途中であのファンドが増えたりするんですよ。お、今までここしか選べなかったけどもっといいファンドありますよみたいな感じで、はい、うんうんうん、そうなると自分でこのファンドにお金を移すこともできる、うん、もしくは、はい、その一つ の, その投資信託の中で、はい、投資信託なんでいくつかの会社の株式を持つわけじゃないですか。そうですね。でそれを途中でその保険会社自体なしくはどっか証券会社か分かんないですけど、はい、中身をこう切り替えることはあるんですか？あ、もう保険会社が勝手に切り替えたりはしないです。しない。あ、はい、ただそうやって最初からこうバランスファンドって言って、うん、もう言うたら円債 30% 外債 30%、うんうん、外株 40% みたいな感じで、うんうんうん、このバランスをずっと保つようなものはあります。ああ、そうなんだ。そこはまあリスク分散しておく。そうそうです。うーん、まあ、ただこう運用期間が長い人は、うん、まあ、割と値動きの大きいのを持って、うん、で最後解約するときにだんだん、うん、例えば1000万貯めたいっていう人が1000万に到達したら、だいたいこういう円の債券とかにお金を移していって、うん、で値動きを少なくして最後迎えるみたいな感じです。ああ、ちゃんとそれだけ返ってくればいいやっていうマネジメントをするみたいな。そうそうですね。ああ、そうなんだ。さっきね、 S&P とか500とかって、はいはいはい、アメリカって結構その S&P500 にこう選ばれる会社っていうのが結構入れ替わるっていう話を聞くんですけど、それもいわゆる一つのリスク分散になる、ね、あ、なりますね。か、向こうが勝手にあの優秀な企業を入れて、はい、そうじゃない企業を落としていってくれる、そうです、っていうことになるわけですよね。向こうでは S&P500 の中に生き残るだけでも大変な作業ですからね、うんうんうん、なかなか日本の、まあ、日経24とか入っちゃうと、うんうんうん、なかなか中の入れ替えってないですからね。ないと、1年に1回とかそれぐらいしかないですけど、うん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 、S&P500 ぐらいだと一時公表されてないですけど中でめちゃくちゃ変わってますからね。変わってると、はい、だからそれは僕らにとってみればリスクが減ってるってことですよね。減ってるっていうことですね。そうですよね。どんどん勢いのある会社が入っていってる、うん、にもかかわらず
え、1年で 30% 増えてると。 30% 増えてます。あ、すごいですね。すごいですよ ね、すごいし、やらないリスクの方が大きいんじゃないかなと。あ、そうそう、そういうふうにいろいろなところで聞くんですけど、はい、やっぱ一歩踏み出すには、はい、やっぱこうやって谷本さんがそばにいてくれたりとかしないとなかなかちょっとやっぱりいきなりこう、ね、100万出してって言われて100万出せる人もなかなか少ないでしょうし、まあでもあれですよね、さっき言われたように、あの月々で自分が出せる範囲の中で1万円でも2万円でもいいから、あの、まあ、投資していくっていう話もそうだし、まあ、保険は少なからず月何千円から何万円からってあると思うんですけど。あ、そうですよ ね、はい、まあ、でも貯蓄型保険の場合はちょっと高いか。まあ、まあ、入れるって言ったら何千円か全然入れるんですけど。あ、そうでしたっけ。ただ掛け捨てに比べて持てる保証は少ないですね。掛け捨てだったら1000万持てるのに、貯蓄型やったら300万みたいな感じはありますよね。そうですよね。それがまあ同じ3000万とか5000万元を取るとすごい金額になりますね。そうです、そうそうそうですね、はい、そっか、うん、まあ、そこはあれか、未来に対する貯蓄そうそうですね、はい、をどのどこの切り口で作っていくかっていう話ですよね。保険で作っていくのか、うん、まあ、実際株式投資で作っていくのか、でそっちも別にいいわけですよね、はいはい、まあ、でも保険は必ずみんな大体入ってるんで、そうそうですね、はい、その保険をやる中で、まあ、ちょっと貯めていくんだっていうところですよね。そうですね、みんな大なり小なり、まあ、少しは貯蓄型の保険いると思うんで、うん、まあ、その時何で運用するのかっていう、うん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 、分かりました、はい、いやどうですか、りょうこちゃん、分かりましたか。分かりやすかった。なんかちょっともう、もう私やっときゃよかったみたいな顔も。これやっときゃよかったんですかね、振り返ると。そうそう、知らないとね、やっぱそうなっちゃいますよね。そうそう、なんで10年前に僕に会ってくれないんですか。いや、10年前僕もやってなかったですよ。そうかそうか。いや、でもここに会えたのはね、すごいありがたいことなので、はい、2022年一緒に走りましょうね。なあ、一緒にやりましょう、はい、うちの資産形成を大門さんにお預けします。はい、頑張って、はい、はい、まあ、全然大した元本はないので、いやいやいや、それをあの100倍にしていただきたい。100倍に俺きついですね。はい、すいません、ありがとうございます。まあ、今日はね、まあ、投資の話にもなりましたけど、まあ、基本的には、まあ、投資から、ね、まあ、選ぶ保険を決める、うんうん、まあ、いろんな切り口ありますけど、まあ、投資を知らないとどの保険を選んでいいかわからない、はいはい、そっかそっかそっか、まあ、そういう意味で、まあ、保険から投資の話でもあったし、投資から保険の話でもあったということで、まあ、保険の細かい話は今日できなかったかもしれないですけど、まあ、あの貯蓄型の保険の中にこういうタイプがあるっていう、うん、でそれもローリスクからハイリスクに移っていく感じですけど、ハイリスクを買うリスクの方が実はちょっと高いんじゃないかってことですよね。増えない、あ、そう、増えないこともリスク、そうですよね、そうですね、うんうん、はい、まあ、ローリスクのその円債のやつ買っとけば間違いなくその元本は円で返ってくるけれど、まあ、間違いなくじゃないにしても返ってくる可能性が高いけど、そうですね、うん、増える可能性も低いと、低いという、うん、まあ、それはまあ投資としてはまあローリスクローリターンになる、そうですね、ローリスクローリターンですね、うん、まあ、でもじゃあこっちがハイリスクハイリターンかっていうと、先の話でいくと、うん、はい、ちょっとそうそう、ね、時系列でこう買っていくから、はあ、ね、この話すごい可能性これで今から1000万入れるってなると、それはめっちゃハイリスクやと思うんですけど、うんうん、そうですね、それを1000万をこう分割して入れていくと時間分散がかかるんで、うんうん、これはリスクが減ります、まあ、長期で持つっていう、はい、そうですね、はい、まあ、上がったり下がったりを繰り返しながらですけど、そうです、まあ、結果的に上がってる可能性も十分があるとあります、ね、いうことですね、わ、はい、かりました、はい、いや、谷本さん結構あの資産運用に関してはね、若いのにすごく勉強されてて、で僕はあの師匠と呼んでるんです。呼んでないじゃないですか。今日初めて。はい、なので、これからもいろいろ教えていただきたいなと思ってますし、うん、まあ、あの視聴者の方々にもね、いろいろとそういうリテラシーを、うん、あのたくさん情報を撒いていただいて、うん、愛媛県だけなんか愛媛県の人たちだけなんか知らないけど金持ちだみたいな、あ、いいですね、世界ができたらすごいですよ ね、めっちゃいいですね、ね、そんな風にあのなったら谷本さんの銅像が多分どっかに立つっていう、ね、はい、あのそんなところを目指してね、この愛媛スマート TV はこれから谷本さんの谷やん通信も毎月行きますけど、あの谷本さんのこのマネーリテラシーのね、あの話もちょっと継続して
やっていただけたらなというふうに思います。まあ、どっかで仮想通貨の話とかも、ちょっと仮想通貨も、うん、はい、ちょっと僕も勉強途中ですけど、入れ込んでいただきたいし、株式に関してはもうちょっと詳しく、いろんなものをちょっと教えていただきたいなと思うので、はい、ぜひ、これからもよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はあの水曜日、まあ、ちょうど35分ですか、はい、あの5分、はい、あの朝刊のところでちょうどいい時間なので、はい、これで終わりたいと思いますので、はいはい、今日わざわざありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、また次回、はい、師匠師匠、はい、よろしくお願いいたします。次あのネームプレート谷本師匠って覚えておいてください、はいはい、では今日も最後まで見ていただいてありがとう。あ、じゃあ明日はですね、木曜日で最後なんですけど、一応昨日のあの収録の分が、あ、やっぱ言っちゃった今。一時言わなくてよかったか。はい、あの木曜日、が、一応 YouTube 最後の配信なんですけど、はい、また明日お会いできたらなと思いますんで、今日はあの最後まで見ていただいてありがとうございました。おやすみなさい。